皆様大変お待たせをいたしました。そしてこの度は宮崎県人会世界大会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。まず入場してきましたのはホーチミン市宮崎県人会の皆様です。ホーチミン市宮崎県人会はなんと今年4月に設立されたばかりの若い県人会となります。経済成長が著しいベトナムにおいて本県の若い県人たちが活躍されています。続いて入場いただきますのは2016年設立斉藤俊介会長をはじめとしたニューヨーク宮崎県人会の皆様です。本日は13人の方々にご参加いただいております。続いて入場いただきますのは2015年設立の平岡さつき会長をはじめとした台湾宮崎一茶が会の皆様です。続いては同じく2015年設立の富田裕子様をはじめとしたハノイ宮崎県人会の皆様です。続いて入場いただきますのは2014年設立の山口瑠璃子様をはじめとしたタイ宮崎県人会の皆様です。続いて入場いただきますのは2007年設立の山本博則会長をはじめとしたハワイ宮崎県人会の皆様です。続いては2003年設立の藤崎貴子会長をはじめとしたソウル宮崎県人会の皆様です。本日は4人の方々にご参加いただいております。続いては同じく2003年設立の近藤直彦会長をはじめとしたインドネシア宮崎県人会の皆様です。続いてのご入場は2002年設立の藤丸健一様をはじめとした上海宮崎県人会の皆様です。続いて2000年設立の日高治会長をはじめとしたシンガポール宮崎県人会の皆様です。さあ続いての入場は同じく2000年設立のイギリス宮崎県人会です。続いて入場いただきますのは1996年設立の中山敦子会長をはじめとしたトロント宮崎県人会の皆様です。続きまして1987年設立の川野正人様をはじめとした香港宮崎県人会の皆様です。続いての入場は1983年設立の柳井芽衣子様をはじめとしたパラグアイ宮崎県人会の皆様です。続いては1980年設立の草壁実様をはじめとしたクアラルンプール宮崎県人会の皆様です。続いて入場いただきますのは1976年設立の森ジョージ会長をはじめとしたアメリカ宮崎県人会の皆様です。続いて入場いただきますのは1964年設立の山中ルース様をはじめとしたアルゼンチン宮崎県人会の皆様です。さて最後に入場いただきますのは1949年設立の海老原忠夫会長をはじめとしましたブラジル宮崎県人会の皆様です。本日は本県の串間市と姉妹都市でありますイビウーナ市のパウロ・ケンジ・ササキ様もご参加いただいております。総勢22人の皆様にお越しいただきました。まずご紹介するのは北海道札幌宮崎県人会の皆様です。続きまして北海道千歳フェニックス会の皆様です。本日は塩谷富蔵会長をはじめ7人の皆様にご参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。続いて千葉地区宮崎県人会の皆様です。本日は広瀬修司会長をはじめ5人の皆様にご参加いただいております。よろしくお願いいたします。続きまして在京宮崎県人会藤田陽一会長をはじめ在京経営者会議三州クラブから20人の皆様にご参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして東海宮崎県人会の梶佐健二会長をはじめ中部宮崎経由会から19人の皆様にご参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
続いては京都宮崎県人会の皆様です。本日は海蔵公平会長をはじめ8人の皆様にご参加いただいております。よろしくお願いいたします。続いて近畿宮崎県人会の皆様です。本日は佐渡原泉会長をはじめ29人の皆様にご参加いただいております。ありがとうございます。続きまして兵庫宮崎県人会の皆様です。本日は長倉正俊副会長をはじめ11人の皆様にご参加いただいております。ありがとうございます。続いて広島宮崎県人会の皆様です。本日は川野二郎会長をはじめ7人の方々にご参加いただいております。よろしくお願いいたします。続いてふるさと宮崎の会岩国の皆様です。本日は福岡忠夫会長をはじめ3人の皆様にご参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。続いて在福宮崎県人会の皆様です。本日は森島清会長をはじめ10人の方々にご参加いただいております。ありがとうございます。続いて北九州宮崎県人会の皆様です。本日は金丸隆会長をはじめ9人の方々にご参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。熊本在住宮崎県人会の皆様です。本日は豊岡幸男会長をはじめ5人の方々にご参加いただきました。よろしくお願いいたします。そして大分宮崎県人会の皆様です。本日は谷口一郎会長をはじめ6人の方々にご参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。以上14の国内県人会の皆様にご列席賜っております。皆様お帰りなさいませ。そして本日はぜひ最後までお楽しみください。それではただいまより宮崎県人会世界大会を開会いたします。本日国内外から多くの皆様に参加をいただき、本県初の宮崎県人会世界大会を開催できますこと、大変嬉しく思っております。ご参加いただきましたすべての皆様に、まずは深く感謝を申し上げます。海外からお越しの19の県人会の皆様、国内からお越しの14の県人会の皆様、ふるさと宮崎にようこそお帰りくださいました。県民を代表してここより歓迎申し上げます。こうして宮崎の地で多くの皆様にお会いすることができ、万感胸に迫るものがあります。
本大会の開催にあたり、県人会の皆様はもとより、実行委員会や市町村、そして県民の皆様の温かいご協力のほか、大会の趣旨に賛同して多くの企業団体の皆様から多大なご支援をいただいておりますこと、深く感謝を申し上げます。本日宮崎県人会世界大会が盛大に開催されますことを心よりお喜びを申し上げます。国内外からお越しをいただきました宮崎県人会の皆様、お帰りなさい。久しぶりに、または初めて宮崎にお帰りをいただいた方には、ぜひ自らのルーツをたどってその地に足を運んでいただき、ふるさと宮崎を満喫いただければ幸いでございます。衆議院議員渡辺壮様、本日は渡辺様の代理として谷口幸太郎様にお越しいただきました。衆議院議員江藤拓様、本日は江藤様の代理として秘書小西隆秀様にお越しいただきました。衆議院議員古川義久様、本日は古川様の代理として坂本幸喜様にお越しいただきました。衆議院議員武井俊介様、本日は武井様の代理として鳩山正秀様にお越しいただきました。衆議院議員長友真嗣様でございます。参議院議員松下新平様でございます。参議院議員長峰誠様、本日は長峰様の代理として秘書の竹之内和俊様にお越しいただきました。また先ほどご来賓の挨拶を頂戴しました宮崎県議会議長浜砂守様でございます。そして宮崎県議会議員の皆様でございます。どうぞ皆様ご起立いただきまして、会場の皆様に手を振っていただけますでしょうか。そして開会宣言を行っていただきました都の城市の池田市長ほか、県内市町村長のおよびまた市町村議会議長の皆様でございます。どうぞ皆様ご起立いただきまして、会場の皆様に手を振っていただけますでしょうか。皆様ありがとうございます。ありがとうございました。紀県人会は長年にわたり積極的に県人会活動に尽力され、本県の発展及び本県との友好親善に大きく貢献してこられました。よって宮崎県人会世界大会の開催にあたり、その功績を称え、ここに顕彰します。令和5年10月27日宮崎県人会世界大会実行委員会会長、宮崎県知事河野俊嗣、ありがとうございます。おめでとうございます。それでは佐渡原様、どうぞ会場の皆様にもご覧いただきたいと思います。掲げていただけますでしょうか。この顕彰盾ですが、宮崎県産材の杉で作られておりまして、本大会のロゴマークが刻印されております。では続きまして記念品の贈呈に移ります。それでは県人会を代表いたしまして、アメリカ宮崎県人会会長森ジョージ様に贈呈いたします。それでは森様、知事の前にお進みください。ありがとうございます。いい香りがします。おめでとうございます。それでは会場の皆様にもご覧いただきましょう。大会宣言。それぞれの国や地域で会員同士の理解と交流を深めながら県人会の活性化に取り組み、ふるさと宮崎への思いを次世代へ継承します。県人会と県、そして県人会同士が相互の絆を大切にしながら積極的な交流を図り、さらなるネットワークの拡大強化に努めます。ふるさとへの誇りを胸に刻み、温暖な気候、豊かな自然、
おいしい食べ物だと、日本の日向宮崎県の魅力を国内外に広く発信し、県の発展に貢献します。2023年令和5年10月27日宮崎県人会世界大会県人会参加者一同ありがとうございました。ありがとうございました。
今も聞こえる酔いと負けの歌、今も聞こえるあの子守歌、工事現場の昼休み、タバコをふかして目を閉じて聞こえてくるよあの歌が、働くと肩のあの歌が、貧しいと肩のあの歌が、僕を励ます、慰めた母ちゃんの歌こそ世界一、母ちゃんの歌こそ世界一。プロ野球であったりとか J リーグであったりの数字も含めてですけども、コロナで一時期落ち込みましたけども、令和4年度、昨年度はですね、回復中でございます。出身者いっぱいの方々が一緒に返す場面を作って、ふるさと宮崎への思いを、あるいは本国との絆を深めていただきたいということで開催してございます。交流を進めるという意味では、大事な取り組みでございますので、しっかりと頑張っていきたいというふうに思ってございます。こちらについては、一番上にありますとおり、宮崎グローバルプランというのをですね、これも今年度策定いたしました。それぞれ輸出であるとか、外国住民の暮らしやすい環境を上げるというような切り口で、参考値を上回るですね、高い目標を掲げて取り組んでいるところであります。皆さんに参加していただき、小さいお子さんの会場を走り回る光景がとても和やかな雰囲気でもあります。これは、宮崎県がですね、将来にわたって世界に開かれて、それから世界を舞台に活躍する宮崎というのを目指すために、策定しているプランでございます。今はまだ何も考えてないけど、でインスタグラムとかフェイスブックを使って、新大阪にある、宮崎料理の、お店でですね、ちょっといわゆる分け物会という形で、開催をさせていただきまして、若い方たちをちょっと、まあ、なんとか県人会に呼び込む、まあ、前哨戦みたいな、お酒の、場を設けまして、活動を始めました。私オスカーに毎年宮崎牛を入れているものなんですけども、ウッドキャンプパークさんと友達で、でスパムというビブリーディスのレストランで宮崎牛を使ってくださってたんですね。これからもよろしくお願いいたします。まあ、これからの県人会を担っていただく、まさに皆さんのような世代、そしてここでのいろんな意見交換、そして刺激を与え合うことが、今回全体の大会の大きな意義につながるのではないかなと思っております。ぜひこの機会を一つのきっかけとしてですね、さらなる活動の活発化だとか、さらなるそれぞれの会合の発展にですね、結びつけていただければと思っております。
表時間は各県人会5分以内となっております。皆様ご準備の方はよろしいですか。昭和35年の日本の総理大臣は池田勇人さんという方だった。アメリカで大統領が引退すると、いろんな当時の4年間、また8年間の資料がですね、安倍首相に集められて、ライブラリーという言葉を使っていますけど。皆さん、こんにちは。大統領。香港人は宮崎のこと特に好きですね。日本のこと好きですけど、宮崎のこと特に好きですね。トロントは五大湖の一つ、オンタリオ湖に沿って発展した大都市です。全国植樹祭にサイトで開催されたわけですが、私も招待されまして、当時の天皇皇后両陛下にご拝謁でき、その感動を忘れることができません。1885年にはハワイ王国との間で結ばれた移民条約によってハワイへの移民が公式に許可され、946人の日本人が移民します。約60年前から日本とハワイの各自治体や県人会が姉妹友好の提携を始め、現在もさまざまな交流を図っております。日本語だけで暮らせる唯一の国となっています。それなので日本人相手のですね、商売だけでも十分に商売がやっていける非常にアメージングタイランドな国となっています。現在の宮崎との友好関係は、宜蘭県羅東と大都市、花蓮市と高千穂町が姉妹都市提携、宮崎県と新竹県および桃園市が交流協定を締結しており、さまざまな交流が行われています。Also, we can take students from Miyazaki Shoki companies several times. これからは世界のリーダーを目指して、宮崎から世界に飛び出すであろう高校生にニューヨークの地でできる限り協力していきたいと思っております。世界製造業中心地、そして特に、ね、世界 第3位の医療品輸出大国、皆さん運動とかあると思うんですけど、結構ですね、すごくパークを見てみると年中に出たらあの宮崎の強みって言ってるものをローマ字で書くと全て S で始まるということで、5つの S というようなことで表現をしています。宮崎が何が強みか、食とスポーツですね、これが圧倒的にツートップで、それを支える豊かな自然、そして森林資源、そして神話、そんな説明をしています。
このレセプションが楽しい一夜になりますことを、そして明日からのまた県内視察もですね、ぜひ宮崎の変わったもの、変わってないもの、そういうことも楽しんでいただきながら交流を深めていただければと考えております。それでは記念撮影を皆様お願いいたします。はい、ステージの皆さん笑顔でどうぞ正面の方をお向きになってください。はい、かなりたくさんのカメラが、ね、そうですね、カメラがたくさんありますけれども、はい、お帰りなさいの気持ち、はい、それからただいまの気持ちをぜひ笑顔に乗せて、はい、写真に収まっていただけたらと思います。では参ります。皆様にとりまして、今後も幸多からんことを、せーの、よいしょ、おめでとうございます。華やかに樽が開きました。ね、お帰りなさいませ。そして新しいちぎりをこの宮崎で結んで帰っていただければと思います。乾杯します。心を一つに乾杯。国内外の県人会の皆様、お帰りなさいませ。外務副大臣として世界各地で宮崎の絆を感じてまいりましたが、こうしてそれがふるさと宮崎で一つになりました。本当に嬉しいです。改めましておめでとうございます。宮崎のいいところを海外に広めてくださっているので、これからも宮崎のいいところを海外の人にいっぱい知ってもらって、宮崎にぜひ
来ていただければと思います。今日は世界各国、そして日本各地から宮崎愛にあふれる皆様にお集まりいただき、大変素晴らしい一日になりました。この皆様との絆、つながりを生かして、宮崎の未来を担う子どもたちのために、しっかり私たちも頑張っていきたいと思います。おめでとうございました。私もさっきの高校生のね、なんかすごい感動したなんかあんなね、今時の子がね、あの古い歌をね頑張って歌ってくれてね、涙が出そうやった本当に。毎年大体研修生が来られてるんですけど、ぜひまた若い研修生をですね、宮崎の方に連れてきてもらいたいなというふうに思っております。体を元気にまたお会いしましょう。宮崎にぜひ帰ってきてください。いろいろご苦労もあったと思うんですけれども、宮崎に思いを寄せていただいてありがとうございます。今日世界が宮崎でつながりました。これからも宮崎愛よろしくお願いします。今後はですね、県人会としても県人会と企業との関係、県人会と民間との関係づくりをですね、いっぱいしていきたいと思っております。宮崎県人会を代表いたしまして、厚くお礼申し上げるとともに、拍手にて皆さんにお礼の気持ちを表したいと思います。今回、海外19団体、国内14団体が一堂に会して情報共有できたこの世界大会で、私たちは一層のつながりの大切さ、必要さを感じたのではないでしょうか。今活躍している私たちの世代の力と、これからの未来を担う次世代の力を合わせていけば、10年後の知見150年、また200年はもっと素晴らしい世界大会になるでしょう。本日ご参加いただいた皆様、そしてすべての宮崎県民、また宮崎につながる皆様のさらなるご発展、ご活躍を記念し、県人会代表としての謝辞とさせていただきます。